21日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。僕は占い師ではないので、占い師さんが出した結果を読み上げさせてもらいますね。12月21日生まれの方は変化を好む性格です。そのため自分がどのような状況に置かれても基本的にその場に馴染んでいけます。それによりどこにいても重宝される存在です。しかし何事も広く浅くになりがちで、何かの分野を極めていたり精通しているわけではありません。これが自信のなさにつながってゆきます。天真爛漫で子供のような純粋さを持っています。ユーモアを生かして周囲の人を和ませる才能も持っています。いくつになっても子供のような活発さを持ち、若々しい魅力を保ち続けます。社交的で老若男女問わず仲良くなります。そのため誰に対しても寛容で、異なる意見や価値観を持っていても理解を示します。人に対する面倒見もよく、相手の自立を促すようなサポートを心がけています。その一方で野心的な一面もあり、目立ちたがり屋なところもあります。そして今のポジションよりも上に行こうとする上昇志向の強い方です。社会的に高い位置につくことも可能です。好奇心が旺盛でどんなことにも興味を持ちます。しかしいろいろなことに手を広げすぎてしまい、飽きっぽさも手伝い、結局はどれも中途半端に終わってしまうというパターンも少なくありません。負けず嫌いで特定のライバルがいることで競争心や闘争心が芽生えます。それにより良い成績を収めることや自分の念願を達成することもあります。ただし不利な状況に陥ると自信を失ってしまい、自己嫌悪に陥ってしまうなどの繊細な一面もあります。心が広く異なる考え方や価値観を認めていますので、ライバルと張り合うことはあっても、ライバルの存在を真っ向から否定するような行動には出ません。感受性が高く、子供のように喜怒哀楽がはっきりしています。考えていることや思っていることが顔に現れやすいのも特徴です。ネガティブな感情が表に出ることで周囲の人を困らせることもあります。しかし裏表のない性格は人から信頼されます。何事もオールマイティにこなす力があります。中でも短期決戦は得意ですが、長期的に何かを実行することはやや苦手です。日々の小さな積み重ねを心がけることで、大きな目標や計画を成し遂げられるようになっていけると、理想的な人生を手に入れることができます。
恋愛運、細やかな気配りができる人を好みます。自分とかなり年齢が離れていても気にしません。出会った瞬間に恋に落ちることも少なくありません。誰かを好きになると積極的にアプローチし、交際はもちろん結婚までもスピーディーに進めていきます。好きになった相手との距離が一気に縮まるような勢いを持っています。相手のためならどんなことでも叶えようとします。時には自分を犠牲にしてでも相手に貢ぐこともありそうです。負けず嫌いですので、恋のライバルが出現すればアプローチの勢いが一気に増します。まだ相手との仲が深いわけでもないのに、さも親密なように振る舞ってしまうなど、見栄っ張りな面も現れます。しかし熱しやすく冷めやすい性格が現れると、浮気や二股交際といった展開になる可能性もありますので、気をつけてください。仕事が大好きでとても熱心に取り組みます。会社組織においてはリーダーとしてもサポート役としても活躍できます。基本的にはどのような仕事もこなしますが、仕事内容が固定化されている、例えば単純作業やルーティン業務などは苦手です。ただし様々な仕事を経験することで自分の仕事に対する自信を深めていきます。負けず嫌いな方ですので、ライバルとの競争で最終的に良い結果を出すこともあります。金運、大変恵まれた金運の持ち主です。特に勝負運が強く、ギャンブルや投資などで大金を手にすることもありそうです。短い期間の間にまとまったお金を手に入れることが得意です。さらに長期的な目標でコツコツと貯金する術を身につけておくと、より金運は安定します。また身の回りを豪華なブランド品などで固めようとし、美的センスがあれば美術品や骨董品の収集も始めそうです。これらのことにのめり込んでしまい散財してしまう可能性もありますので、十分に気をつけてください。以上、12月21日生まれの方の占いでした。何かの参考にしてくださいね。